元兵庫県神戸市議で司会の橋本健氏が3日、自身の X ・旧ツイッターを更新。神戸学院大学の上脇博之教授と郷原信夫弁護士が、兵庫県知事選をめぐる公職選挙法違反、買収と非買収の疑いで斉藤元彦知事と PR 会社の女性社長を刑事告発したことに、立件なんてできるのかな、などと疑問を呈した。写真 橋本一議員、今井絵理子議員と結婚ほのめかした頃、無関心でない。橋本氏は X で71.5万円の支払い、と、選挙運動をした、事実だけで立件なんてできるのかな。対価となる成果物も納めているだろうに、と疑問を投稿。一体そのうちのいくらが買収に充てられたと考えるのだろうか。それ以外に現金を支払ったり、 支払う約束をしている証拠でもないと難しくないのかなと持論を展開したその直前には郷原弁護士が告発状を自身の法律事務所の公式サイトにアップしたことを伝える投稿を引用し検察辞めた当時はかっこいいなと思っていた郷原さんこんな落選運動とかする人だったんだ変なの苦言もさらに告発状の添付資料が X の引用とか こんなので警察は動くのかしら。同行に中止しよう。ともつづった。